はい、皆さんこんにちは、コキジリのアッキーです。今年は何度目かのもみじ狩りとなりましたが、今回の目的はリンゴ狩りです。ちょうど見頃のもみじと重なり、神林温泉旅館の庭園、滋賀中野街道の並木道、関越道薄井峠付近の道路沿いのもみじはなかなかのものでしたし、東御市の重要伝統的建造物群保存地区である雲野宿の景観も素晴らしいものでした。いつもは孫たちとの宴会もワイワイガヤガヤと賑やかなものになりますが、孫たちからの年寄りのコロナが心配との意見で、老夫婦4人だけのしんみりとしたリンゴ狩り、 GoTo トラベルの温泉旅行の旅となりました。ちょっと休憩車体が向くっちゃったらダメや。